こだここ。自分の腕に触らないと出られない部屋。警察官の無線に気づいて指摘したら急に地面に穴が開いて、気づいたらここにいたってことはこの部屋も。でも自分の腕に触るってまさかそんな簡単なことで出られそうだな。この部屋も同じような部屋だな。入ってきた扉は消えた。前の部屋には戻れませんってことか。でまた指令か。その部屋の指令をクリアすれば次の部屋に進める。それを続けていけばいつか脱出できるかもしれないってわけか。とりあえずスキップするか。そんな気分じゃねえけどな。うわっ、ガキンチョ影千代さん。影千代さん、なぜスキップを。いや、そういう指令だったから。ガキンチョこそなんで地面で寝てんだ。寝てたわけではありません。ほふく前進しないと出られない部屋だったんです。で、この部屋は何すりゃ出られるんだ。萌えポーズしないと出られない部屋。はい、じゃあガキンチョ、萌えポーズカモン。私そんなポーズできませんよ。っていうか、なんで私が。いや、俺がやっても誰得でしょうが。違う、足は外側に開く、手の形はこう。で、セリフ。ポーズって指令なのにセリフまでいるんですかね。セリフ。はい、萌え萌えキュン。いいね、最高。恥ずかしいんですが、ライトモビル発売中。それにしても何なんだろうこの空間。みんな無事なのかな。あ、モブオくん。おお、ヒソメちゃん、ラッキー。モブオくん無事だったんだ。うん、よく来てくれたね。一人で困ってたんだ。なんせこの部屋は野球拳をしないと出られないんだ。超不本意だけど、俺とヒソメちゃんでやるしかない。嫌に嬉しそうだね。アウト、セーフ、よよいのよい。ああ、また勝ってしまった。これ以上脱ぐと私もう下着なんだけど。そうだよね、勝っちゃってごめんよ。モブオくん、謝ってる割にすごいニヤニヤしてない。そんなことないって。目つぶってて。そんな。そんなじゃないから。脱がないとこの部屋出られないし、しょうがないよね。ヒサメの下着姿、ヒサメの下着姿。薄目を開ければすぐそこにヒサメの下着姿が。今だ、目を開けろモブオ。あ、扉が出現したよモブオくん。扉出現のタイミングアホかよ。なぜあと10秒待てない。あ、シディ。おお、ヒサメとモブオか。99。ここの指令は、腕立て伏せ100回。ああ、だがもうすぐ終わる。100だ。おお、何もしないで部屋を出られるなんて超ラッキー。次は懸垂100回。なんか100回縛りでもあるのかな。シディ、この指令もできたり。すでに始めている。28、29、30。てか、もう30回もやったの。さすがシディ、早い。いや、シディがいると何もしなくていいから楽だな。ヒサメちゃんとも一緒にいられるし、悪くないじゃないかこの世界も。ほっほっほ、この世界も悪くないか。いつまでそう言ってられるかな。影千代さん。何？これってサボテンっていうポーズだったんですね。多分。多分って。いや、体育祭でそう呼んでたから間違いないと思う。今は祈るしかないですね。これで間違ってたらダメージでかいぞ。そろそろ10分経つ頃ですが。うわ、扉出た。合ってたようですね。ちょっと前から気になってたんだけど、だんだん指令が過酷になってきてね。はい、確かに。で、この部屋の指令は、腕を骨折って。そんな、あのハンマーで腕を折れってことかよ。俺がやるしかねえな。え、でも。大丈夫、すぐ治るから。でも痛みを感じないわけではないんですよね。まあな。ぐわー、影千代さん。ほら、扉が出現したぜ、進もう。大丈夫なんですか？壊れて！ビクともしない。だとすると指令に従うしかないんだよね。人を殴るなんて俺には無理だよ。でも破壊力を考えると、私やシディが殴る役をやるのはちょっとね。やはりモブオがやるのが一番だな。さあモブオ、
俺の顔を殴れ。いやいや、そんなことできないって。なに、モブオの力ぐらいならいくら殴られても大丈夫だ。わかった、やるよ。99100、ごめんシディ。大丈夫だ、よく頑張ったな。お前の拳も痛かっただろう。うわー、シディ優しすぎ。扉が出現したよ、こんなとこ早く脱出しよう。クソが、悪趣味だな。どうしましょう。俺が殺されるしかねえな。な、何を言ってるんですか、影千代さん。ひとまずガキンチョがこの部屋を出てヒサたちと合流すればなんとか。私死神ですけど、人なんて殺せませんよ。ま、普通の神経じゃできねえよな。はあ、積んだか。お、なんか聞こえね。痛い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 。キリン、キリンさん。わー、影千代、ロリコ、お気にしないと出られない部屋ってそれもはや AV じゃないか。どこがだよ。で、ここは何の部屋だ。他人を殺さないと出られない部屋だ。ほう、そんなの簡単に出られるだろう。そうなんだよ、俺らもどうすればいいかって。え、今簡単って言った。ほら、もうすぐ開くぞ。扉が出現した。誰も殺してないのに、どうして。部屋に入った瞬間に俺の息子候補たちが死んじまったからな。マジか、そういうことかよ。なんて裏技使いやがる。そんなのありなんですか。なことどうだっていいだろ。さっさと行こうぜ、カゲチヨ、ロリッコ。無知で撃たれる、それって状況プレイじゃないか。本当はお姉さんがいいが、この際ロリッコでも仕方ない。脳内でお姉さんに変換すればいいだけだ。なんかすごい嫌なんですけど。こいつ無敵かよ。待った待った、剣山に寝る。あんまり趣味じゃないが、ここもお姉さんを想像すれば。痛い痛い。リサシプレイって何なんですか。あいつのおかげで進めてるんだけど、なぜか素直に感謝できない自分がいるわ。痛い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 。一体いつまで続くんですかね。あ、この部屋指令がないな。あ、影、フラグちゃん。ヒサ、CD。無謀さん。数々の部屋をクリアしてここまでたどり着いたか。やりようだな。ちっ、またお前らかよ。そしてこの部屋で行うのはスケベ対決じゃ。は？スケベで対決ができるのか。じいさん、ふざけてんじゃん。待て、影千代。キリン？スケベ対決と聞いちゃ黙ってらんねえな。なあ、モブオ。そうだね、グランドマスター。なんでカッコつけてるんですかね。ほうほう、お前らが相手か。じいさん、俺たち若者のスケベ舐めてもらっちゃ困るぜ。こわっぱ入ってくれるわい。見せてやろう、経験の差というものを。年寄りに引導渡してやるぜ。行くぞ、モブオ。イエスサー、グランドマスター。どりゃあ！痛い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 ！ふぅふぅ。な、なかなかやるじゃねっか。おぬしやもな。じいさん、あんた最高だよ。すげえ、マジですげえ戦いだったけど、多分全カットされてる。当たり前だろ。実はこの壮絶な戦いは単なる時間稼ぎだった。そして俺たちはこの後全てを失うことになったんだ。アベイル全力回避フラグちゃんのコラボ開催中。10月7日から全国のアベイル店舗にて限定コラボグッズが発売中です。ダイカットクッションとアクリルコースターがあるんだって。詳しくは概要欄の URL をチェックしてね。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめん、するよ。ごめんって。